おはようございます。白馬に来て1日目の朝です。昨日着いたのが夜だったので外が真っ暗で見えなかったんですが、窓の外はこんなに長い、こんなに長いつららができてます。すごい下まで。長いです。今日はすごい天気が良さそうなので、スキー日和で空も風も頑張ってくれると思います。朝から目を覚ますために3人でお風呂入っています。朝から温泉に入れて幸せです。朝ごはん食べてスキー場に向かいます。左横、久しぶりの白馬、まあ1年ぶり、毎年来てるけどね、今年も来れてよかったね。ジャンプ台もある。すごいよ。でも今日は天気いいけど、やっぱり広いよ。いいよ、頑張ってね。一日午前から普通のステーキを食べに頑張りましょう。寝る前に大きな遊んでます。秋山ゲレンデにやってきました。空も風ももう出撃してます。パパとママは下で、ぼーっとしてます。お茶をするところがこちらに関してはないので、後からどっかへ移動しようかと思ってます。今秋山ゲレンデのリフトを上がっているところです。最高ですね。では行きます。ほらほら、もう時間ないよ。行こう。
もう20分待った。お願いします。今どこまで行ってきました？リーゼ上がったところで、はい、早いな早いな、スピードだけはありました。でも結構長くです。今日もリーゼにずっと滑ってます洗濯機に洗濯物を放り込んでから今ラウンジに向かっております。ラウンジの手前には、男性更衣室と女性更衣室があります。チェックアウトした人がここで、使えるので、4時まで当日はスキーができます。はい、こちらがラウンジです。一番奥にあるのであまり知られてないと思います。まあ、もちろん会員じゃない方に知らせる必要はないと思います。ここね、はい、今日もラウンジで、食前のひとときを過ごしております。そこそこ車は止まってるよね。じゃあ、何これ？あ、芋か。芋食べれるか。芋美味しいか。焼き芋。で、食べたの。かきピー。そこ。今、夕食を食べに、エコーランドの中心街に向かってます。予約はしてないんですけども、まあ、そんなにお客さんいなさそうなので飛び込みで、いくつか回ってみようと思います。駐車場がなかった。そう、あれでもクローズになってる。電気はついてるけど、ここ何？本屋さん。昨日も電気ついてて、ね、もうやってない。でもクローズって書いてるからやってないよね、うん。あれ残念やね。あ、でも人はいるんやけどね。はい、今日の、夕食はこちらのお店にします。ゴッホ。コーラゼロ。あ、あった。はい、あります。とマンゴージュースですね。はい、はい、じゃあ皆さん寒いと。その格好寒い、この格好やもん。はい、乾杯。
そう。はい、アメリカ版鳥人間コンテストやってます。無理だよそんなの。アメリカでもあるよね。ね。無理だよそんなの。これならいけるかもしれない。笑いすぎや。もうね。あれ。あ、いいです、はいはい。じゃあフムスとサラフェル。はい。トルコのホワイトチーズ、トルコ産のトロオリーブとスペイン産の。で、こちらは味ですね。ピリ辛で、うん、トマト、唐辛子と両方のペーストと生のを使ってあるペーストで。で、これつければいいですかね。そうですね。こちらパンとして全部をこっちそちらと。ああ、なるほど。っていう感じ。はい、とこちらは紫キャベツ、ヨーグルトとニンニクの合わせで。うん、おーい。はい、クリームパスタもやってきました。はい、お皿、お皿近づけ。あ、もう食べるやろ、パスタ。すぐ、はい、肉盛りがやってきました。これはうまそう。おいしそう。ラムチョップと、うん、なんかこうハーブソーセージみたいな。はいはいはい、下には豚？鶏か？なんだこれ？鶏、豚。豚。豚。豚だね。うん、豚。はい、これもいただきます。豚とか。そこ入れて食べる一個。うん。熱いうちに食べた方が冷えちゃう。まだ？真ん中食べてあげて。真ん中？こんな身が過ぎてないとこっちなんで。ダメだ、熱いんや。よいしょ、はい、もしあれだったらもうフォークで食べるかお箸で、うん、お皿くっついて食べて。はい、ラムチョップの。なんかウインナー食べた？食べた。ラムチョップのカツです。取ろうよ。変わってる料理がありました。おいしいです。おっと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 、ん、除雪車。あー、お前お前、最後や、はい、カットで。いやー、ゴッホ美味しかったね。美味しかったね。美味しかったね。美味しかったし、うん、まあね、値段も手頃で、うんうん、いいよね。またいつか来ます。ありがとうございます、うん、また来ます。はい、コートヤードに戻ってきました。明るいな、ここは。カボ寒いね。寒い。湯気が出ちゃう。え？どういうこと？これなんか湯気が出る。はあ。ツラがやばい、ツラが。やばい。ツラがやばい。すっごい熱だ。ツララ、ツララ、ツララ欲しい。ホテル到着でーす。ツララ欲しい。